井口浩二は、福岡県生まれの元男性フィギュアスケート選手で、現在は翻訳者。栃木県立宇都宮高等学校、東京大学工学部卒業。オハイオ州立大学大学院修士課程修了。フィギュアスケート時代のパートナーは、瀬能咲子。小学校3年の時にスピードスケートを始め、小学校5年時にフィギュアスケートへ転校した。 当初は男子シングル選手として活動したが、大学入学後に、瀬野大崎ことカップルを結成し、アイスダンスへ転校した。1978から1979年シーズンの全日本ジュニア選手権で優勝し、翌1979から1980年シーズンには全日本選手権で4位になるなどしたが、再び男子シングルへ転校。 大学卒業とともに競技から引退。井出光高3時代に、おはよう州立大学へ留学し、1998年に翻訳者として独立。独立後は有限会社バックカイテクのドキュメンツを設立。ニフティでは、バックイ名義で翻訳フォーラムを主催し、ニフティがフォーラムシステムを廃止した後は、独自ドメインに移行して、高橋咲野と共同で翻訳フォーラムを主催。 その他、自作ツールの公開、翻訳関連の記事執筆や講演、日本翻訳連盟の理事など多方面で活動している。ありがとうございます。